じゃあ今から、家系を盛り付けていきますね。まずこの出来上がったスープですね。これ家系のスープはこれ独特ですからね。これをこう貼っていきます。次は麺ですね。この家系の茹で上がった麺をこんな感じで入れていきます。じゃあ具材を盛り付けますね。まずもやしですね。先ほど茹でたもやし。じゃあここから一個一個いきます。煮卵ですね。チャーシュー、このほうれん草ですね。これはもうね定番なんですよね。あの家系といえばほうれん草ですよね。メンマですね。メンマいきます。あのナルト。で今回はたけるくんのねこの明太も乗せていきます。明太よくねジャンガラとかね豚骨系乗せますけどね、今回は家系で。であとネギですね。ネギをこんな形で散らしていきます。そしてまた家系といえばもう一つ定番が海苔なんですよね。この海苔の方をこう入れさせていただいて、はい、これで家系ラーメンの完成です。こんな感じで家系ラーメンの完成です。明太入れたんでたけるくんバージョンということで具沢山ですね。うん、いいですね。海苔もこの海苔はねなかなかねシャキッとはしてないのでだんだんしおれていく感じですけど、こんな感じです。家系の、代名詞とも言うべき、ほうれん草もたっぷり入れて、豚骨とかにはよく入れる明太なんですけど、今日は、家系に入れて、たけるくんバージョンということでしてみました。まあ、こんな感じです。食べていこうと思います。では、食べていきます。上から見るとこんな感じ。こういう、こんな感じですね。美しいですね。美味しそうです。食べていきます。はい、できました。こんな感じで。ちょっと角度がね、いつものあれじゃないんで、見せづらいんですけど、こんな感じです。これを、スープか。うん。うん。家系ですね、完全に。じゃあ麺いきます。うん。うまい。いいですね。家系ですね。いきます。まあ家系といえば、ほうれん草なんで、ほうれん草もいってみますね。うん。明太子のところ、たけるくんバージョンということで、明太子と家系どうなるかって感じで合わせていってみます。うん。いけます。全然いけます。ということで今日は金麦をいってみますね。うまい。じゃあこのチャーシューを。うん。いける。なかなか家ラーメン最高ですね。ということで奥さん、ちょっとね、長年というか1年ぐらい使ったんですかね、そのスマホを押さえる棒なんですけど、カメラを押さえる棒なんですけど、壊れちゃったんで、早速もう、取れなくなっちゃうと怖いので、今から Amazon で頼んで、明日届くようにできればななんて思っておりますね。引き続き頑張っていきます。では、語ります。はい、どうも、こんにちは。これは何ですかね、上白石もね、こいつず、撮影秘話を告白、芸能界の恩人にまさかの大失態も、みたいな感じですけど、今日ですよね、11時半からの人生最高レストランで、モネちゃんが出ると。詳しい番組内容が明らかになったと。食の話題からゲストの人生を深掘り、素顔の魅力に迫るグルメトークバラエティ人生最高レストラン。2021年最初のゲストは話題ドラマに引っ張りだこの若手女優モネちゃんと上白石萌音と。で番組では今すぐ帰って食べたい、最愛の九州ご当地グルメ、いつか素敵な男性と人生最高の朝食、スタジオ大歓声、青春ふわとろオムライスなどを紹介と。また佐藤健と共演し話題となった大ヒットドラマこいつずや、声優を務めた映画君の名はの撮影時の秘話を告白すると。さらに芸能界の恩人にまさかの大失敗、数年間をも悩んでいた真相も明らかに、そして12年ぶりに目にするメキシコの風景と最高の一品、少女時代が辛かった人生が一変した異国での経験はだそうです。まあ、これはね僕は絶対見ます。人生最高レストランに関しては僕は別にモネちゃんじゃなくても毎週情報セブンデイズとの並びで見てるので、これはリアルタイムで見ようかなと。
普通にしてても多分見る番組だと思いますけどもね。あと、まあ、それに絡んでなんですけど、まあ、あんまり深い話題がないようなのをちょっと羅列していきます。ミキ、亜生、上白石萌音と、ツーショット効果、兄弟みたい。最強のツーショットですね、と話題だそうです。お笑いコンビ、ミキの亜生がなのか、自身のインスタグラムを更新。上白石萌音とのキュートな、ツーショット公開し話題を呼んでいる。一面は、おそろいの T シャツを着たツーショット。メガネをかけた亜生は、猫の置物を置いた、上白石と笑顔でポーズを決めてる。二人は、ボス恋で共演と。で、フォロワーからは、二人とも可愛いですね。あらま、なんとも可愛いお二人。兄弟みたいですね。カップルみたい。このツーショットを待ってたんです。嬉しいです。良い写真ですね。大好きなお二人。このモネちゃん、最強に可愛い。モネやん、あるところにミキあり。モネちゃんとアセイさんお似合い。アセイさん、本当にモネちゃんのこと大好きですね。めっちゃ楽しみなドラマと盛り上がっていると。これはあれですね。要は、フレンドパークのね、フレンドパークに出た時の楽屋ですね、これはね。それの T シャツですね。まあね、亜生くんね、グッドラックに出た時ですよね、亜生くんがね。昴生くんが休んでるっていうのに対して、志らくさんが、これを機にピン活動をって言ったら、お兄ちゃん待ってるからねと。早く元気出す。一人ではもう心細いダメだよと。弱音を吐いたってことですけど。まあね、ピンは難しいでしょうね、やっぱり。兄貴、後世いてからの亜生でしょうから、亜生一人だとね、ちょっとね、いまいちかな。今のところはそうかなと思いますね。まあ、これからわかんないですけどね。世間一般的に好かれそうな感じなのは、まあ、亜生の方のキャラでしょうけど、ね、やっぱ面白いのは後世ですからね、どう見てもね。どうなるんですかね。三四郎の小宮もコロナになったって言ってましたね。あと、そう、吉田沙織、レスリングの吉田沙織もさんもね、コロナになったりとかしてるから。まあね、芸能界一番本当に心配なのはコロナなので、ちょっと注意してほしいなと思いますけどね。芸能界、新型コロナ、急激拡大直面するマウスシールドの限界なんていう記事なんかもあるので、ちょっとそこら辺をね、気をつけてほしいと思っております。な感じです。ではでは。